三木本幸吉、三木本幸吉、三木本幸吉、安政五年1月25日、1858年3月10日、昭和29年、1954年9月21日は、日本の実業家、真珠の養殖とそのブランド化などで富を成した人物である。三木本魔珠店、現、三木本創業者、三木本パール、真珠王とも呼ばれた。 島国鳥場浦の大里、現在の三重県鳥場市で、代々うどんの製造、販売を営む阿波港の長男として生まれた。父は音吉、母は元。陽名は吉松と名付けられた。父は、商売よりも機械類の発明、改良に関心があり、1881年、明治14年には、粉引き薄の改良により、三重県官業家の表彰を受け賞金100円を授与。 されている。祖父、吉蔵は、後ろに目があるような人と言われたように、先が見え詳細に恵まれていた。大天魔線を十層も持ち石材の運送でも受ける。一方、家業のうどん屋の他と木に炭、青物などの販売を手広く営み材を成したと伝えられる。孔吉は、晩年、三つ子の魂は祖父に育てられたと、十回している。正規の教育は受けていないが、 明治維新によって失業した氏族の栗原雄造、岩佐幸四郎らに読み書きそろばん、読書などを習った。早くから一杯八輪のうどんでは身の城を築くのは無理と分かっていたようで、十四歳で家業の傍ら、青物の行商を始める。大きな目標を掲げることで自分自身に課題を与え自らを鼓舞するところがあり、時として大ホラぶ木と言われた。足芸 仰向けに寝て、足の平らで蛇の目傘を回す芸の披露で、イギリスの軍艦、シルバー号へ、成果や卵を売り込むのに成功した。また、マスコミを利用する点では、今で言うやらせに当たるようなことも考えだし、実行するような勇み足もあったとも言われている。1876年、明治9年の地租改正で、納税が、米納から金納に変わったのを置き換えに米が商売の、 種になると見て、青物商から米国商に転換。1878年、明治11年には20歳で家督を相続、三木本幸吉と改名する。同年3月東京、横浜への旅により、天然真珠など島の特産物が中国人向けの有力な貿易商品になり得ることを、革新、海産物商人へと再転身した。 海産物商人としての高吉は自らアワビ、天然真珠、ナマコ、伊勢エビ、カキ、アマ草、サザエ、ハマグリ、アワモリなど種々雑多な商品を扱う一方、島物産品評会、島国海産物改良組合の結成などに参加、地元の産業振興に尽力した。その後、島国海産物改良組合長、三重県官僚諮問委員、三重県商法会議員、 などを務め地元の名士になっていた。高吉の飛躍の始まりは、明治維新という時代背景がきっかけである。職業選択の自由、身分を超えた結婚が可能になり、富国共兵のスローガンの下で、開国日本の食産工業政策により、1882年、明治15年、大日本水産会が創設された。1881年、明治14年、結婚。 妻、梅は、当時17歳。鳥羽藩氏族、久米の製造の娘で、新しい学生の小学校と、その高等化を出た最女であり、石見以前では、この結婚は考えられなかった。1883年、明治16年、父、乙吉が54歳で死去。世界の装飾品市場では、天然の真珠が高値で、取引されており甘が一粒の真珠を取ってくると、 高額の収入を得られることから、島ばかりでなく全国のアコヤ貝は、乱獲により絶滅の危機に瀕してい。この事態を有料して1888年、明治21年6月、第2回全国水産品評会のため上京した折、主催者である大日本水産会の竜奈良吉を訪ね、指導を仰いだ。高吉は、同年月日に、の養殖を開始したが、 真珠を生まない限り商品としての価値が低く、経費倒れに終わった。このため発想を転換し、真珠の養殖を最終目的に変え、その過程でアコヤ貝の生態を調べながら、貝の養殖をすることで、当初の目的が採算的にも果たされることを計画。この目的のために、柳の紹介で、東京帝国大学の三作り柿地と当時、大学院生だった。 岸上基吉を190年、明治23年に訪ね、学理的には養殖が可能なことを教えられた。中国で実際行われた方法は、剣道3年、1167年に交換された文章雑録巻、第一に、その記述がある。仏像真珠、古州珍玉と称されて、石膏章で養殖され続けてきたものである。 人工で作った玉を貝の中に入れるという方法で、貝付き真珠、一種の半円真珠である。この仏像真珠に関しては清史に滞在した、キリスト教の神父、B.E.X. アントレ・コールが1734年に、フランス本国に報告している。また、イギリスの D.T. マゴーアンは1853年に、この方法を詳しくロンドンの芸術協会に報告している。 これらの報告により、ヨーロッパでは多数の人々が研究実験を行った。日本では1881年、明治14年11月発行の解散論に中国の仏像真珠が図示されていることでもわかるように、ヨーロッパ経由での中国の方法が工地されており、課題は真珠養殖の産業化であった。産業化という国家の要請を背景に、 高吉の情熱と周囲の協力体制での取り組みが、結果的に勝っていたことになる。1890年、明治23年、新名浦と愛島、小島、現在の三木本魔樹島の二箇所で実験を開始した。この時、小川多門、E の三平等が協力した。問題は山積しており、アコヤ貝についての問題、どんな異物を貝に入れるか、貝は異物を吐き出さないか。 貝は異物をどこに入れるか、その結果死なないか、貝そのものの最適な生育環境、赤潮による貝の絶滅への対応策等々である。その他の問題としては、海面及び水面下を利用するための地元漁業者や漁業組合との交渉や役所との折衝には大変な苦労が得られている。1891年、明治24年、農商務省儀主、山本裕法による、 広島県に福島での新珠養殖実験を直接、見分。この時のアコヤ貝は、アゴワンからコウキチラが移送に協力した。1892年、明治25年7月、東京帝大の佐々木忠治から貝の生存環境、養成上多くの示唆を得た。1893年、明治26年7月11日、実験中のアコヤ貝の中に、 半円真珠が付着している貝を発見した。1896年、明治29年1月27日、半円真珠の特許、第2675を取得で世の中に認知された、第一歩となった。同年4月21日、妻、梅が32歳で死去。開拓者として、当然のことながら周囲は、途方もないことと感じ、直接的に、 高吉の作業を手伝う者は、身近な親族だけであったが、特許取得をきっかけにまず親族が、積極的に関わった。妻の兄であった、久米ク太郎、ロウ、高吉の辞典、三木本松助夫妻、三典、森井上蔵夫妻、須藤武吉、1897年、明治30年秋には、高吉の固定、斉藤新吉、1899年、明治32年には、 竹内久義、飯野若造、飯野三平の子息、藤田加助、大屋康介らが従業員として、他徳島に移住、海のものとも山のものとも分からぬ事業に一心をかける、人間は、身内以外にはいなかったと幸吉の四女、おつあいが後に語っている。対して、大林秀夫、三木本幸吉には、紐のつく、恐れのある出資は、 彼の事業独占を制約することがあると考えたのではないかと書かれていて、高吉が大口出資を断った事実があることを記している。その他研究には、元司会だった桑原乙吉、次女美ネの夫、西川孔吉が加わる。西川は、東京帝大動物学科卒、農商務省に在籍し、三作りのもとで、深淵真珠の科学的研究を行っていたが、 1905年、明治38年の赤潮の調査をきっかけに、三木本の下で研究を始めた。しかし1909年、明治42年6月、35歳で死去。同時代の研究者に、店達兵、西川東吉の研究を引き継いだ、藤田佑よ、藤田正よらがいる。1896年、明治29年、特許。 第2675真珠素質秘技法の特許権を取得した。半円真珠の特許と言われているものである。真珠と花肌しく搭載の内部資質、例えば貝殻、ガラス、陶磁器、または花糖の真珠を、休憩の小粒となしたあるものを書くとなし、これを玉のまま、または一部切り落としを設けてその天皇することを防ぐ。ウニシ食塩に手ぶりゆするかまたは濃厚な食塩水に、 浸した後、生活セル会の該頭膜に接して挿入し、この角に、真珠室を被着せしめ、真珠を形成せしむるにあり、特許、第2675明治29年1月27日、明治27年11月出願。この特許取得によって、真珠事業の独占が可能となり、三木本は、他の事業を整理し、真珠事業に専念することとなった。 この後、これに習って、真珠養殖を行う者が現れ、孔吉は、北村光一郎他二名を特許侵害で訴えたが、大審院で、無罪判決が下った。裁判の過程でこの特許の大部分は孔吉が、出願した以前から交換物により周知の事実であったとされた。この無罪判決によって、三木本孔吉の独占の時代が終わり、真珠養殖が大きく広まったとされる。 紛争は続いたが、特許の存続期間が終了して問題はなくなった。1916年、大正5年、特許第3002号真珠素質比喩法の特許権を取得。本発明は適宜の核を解の真珠素質、分泌細胞組織の皮膜に引き包みしこれを生活せる、真珠外の該当膜の表皮を、某基礎の部分に密接して圧着し適当時間これを、 放置したる後海中に、っぱなしをするときは、食費的に付着育せしめて、容易に、真珠袋を形成せしめ、核を排出することなく完全なる、休憩真珠を作りうるにあり。火略、特許第3002号大正5年9月11日、大正5年5月3日出願。なお、新縁真珠についての特許は、高吉の次女の婿である、西川東吉が出願し、 相続人である西川新吉が取得したものがある。また桑原乙吉の発明が三木本幸吉名義で出願登録されたものも多い。三木本幸吉が取得した主要な特許をたどるとガール。1896年、明治29年4月の妻、梅の死は痛手であったが、天聖の社交性と熱意により多数の人々が幸吉を応援している。 養殖に関して一目置いていたのは、七歳年下の小川小太郎、1865年から1889年であった。小川は、早くから真珠の養殖に関心を持ち実験もしていたが、二十四歳で没した。島国東資軍の軍長であった河原田俊像は官僚に熱心だったことから、官僚軍長とあだなされ、柳に紹介状を書いてくれた。 四日市の番子焼き商人だった親友の河村、またすけは、アコヤ街の中に入れる核の製造に関し協力を惜しまなかった。藤田史郎、1861年から1934年は、同郷で、犯行、少子間のくどくし、漢学者、竜造の四男、東京帝大卒、農商務省特許局長で、後ち事務次官、日本家裁社長、台湾政党社長、 内省御用達となる、債の保証人になった。他にも愛知県出身の農商務省局長、小田はじめ、1865年から1914年、埼玉県深谷出身の財界の従人、渋沢栄一は、高吉の渡米にあたって、発明王、エジソンらに紹介状を書いた。エジソンとの会見では、新授業職を共担すべき発明と称えられたことに、 大衆公吉はエジソンを巨星に例え、自分は数ある発明家の星の一つに過ぎないと返答したと伝えられている。土佐出身の森村一左衛門は1875年、明治8年、森村組を創設し日米貿易協会長、日本銀行幹事などを務め、当時対米貿易の第一人者と言われていた。その組織を通じて輸出市場の調査や、 販売の拠点作りに協力した人など多くが助力した。1918年、大正7年、様々な技術的実証の実験の中から良質な真珠が大量に得られるようになった。翌年にはロンドンの宝石市場にも供給できるようになったが、1921年、大正10年、ヨーロッパの宝石商が天然真珠と見分けのつかない養殖真珠を偽物、つまり、 詐欺であると断定した騒ぎから訴訟に発展し、三木本側ではイギリスでは、オックスフォード大学のリスター・ジェームソン、フランスでは、ボルドー大学のエイジエル・ブータンなどの権威者を、証人として、正論を述べる通して対抗。イギリスの宝石賞は、訴訟を取り下げたが、フランスは粘り強く拒否を続けた。1924年、大正13年5月24日、パリで起こした。 真珠裁判にて天然と養殖には全く違いがなかったという判決を受け全勝訴した。1927年、昭和2年、フランスの裁判所から天然と変わらぬものとの鑑定結果の通知を受け、ようやく世界に認められる宝石となった。生産地も次第に、アゴワ湾を中心とする、島地方だけでなく、全国的に広げていった。1949年、 昭和24年、真珠養殖事業による国際親善に対して中日文化賞を受賞。一方、この真珠の量産体制は当時天然真珠の輸出を最大の事業としていたクウェートなどの中東諸国の経済を破壊した。中東諸国は真珠に頼らない経済を模索し、そのことが油田開発を後押しした。高吉は 真珠と真珠貝の養殖成功にとどまらず、真珠を宝石市場の中心に位置させるためのあらゆる努力を惜しまなかった。1954年、昭和29年9月21日、高吉は老衰のため96歳で死去した。持病は胆石があったようで、看病のために住み込みで身の回りの世話をした女医の話によると、真珠王と言われる方が、 あまりにも質素な食事をしておられたことに驚いたし、待遇もしかりという次第であったようである。当時は、朝鮮戦争が終わって景気は悪くなかったが、まだ米国通帳やら外食兼食堂があり、旅行には米を持参する時代であった。海名は新言武金伝玉、高雪堂、無二大古事。高吉の一人息子、竜像は一孔時代に、イギリスの思想家、ジョンラスキンの著作に出会い、 オックスフォード大学留学で、ラスキンの研究に情熱を注ぎ、銀座に開設した、ラスキン文庫内の喫茶室、ラスンルームのメニューに、ラスキンサンドウィッチと記すほどの思い入れが強かった。さらに、銀座1丁目に、ラスキンカテジー、渋谷道玄坂に、ラスキンガーデン、銀座5丁目に、ラスキンホール等と次々と開設。しかし1937年、昭和12年に、 破産、金近地産写真生へと至っている。四女愛、1889年12月20日1983年2月21日の夫は教育学者のおつたけ岩作り。かつて真珠は天然産にのみ限られ世界の市場を独占していたのはアラビア湾王、特にクウェート沿岸地域であった。三木の真珠養殖成功によりクウェートの真珠漁業は 壊滅状態となり、別の収入源の確保に必死になったクウェート王家は、それまで拒んできた外資による石油炭鉱を許可した。間もなく大規模油田が相次いで発見され、世界のエネルギー地図が塗り替えられて、20世紀は安価な石油の大量供給に立脚する石油の世紀となった。1905年、明治38年、 高吉はそれまでの真珠養殖の研究が認められ、明治天皇に配滅する栄養を与えられた。真珠の養殖はまだ完璧ではなく、発展途上の段階であったが、高吉は天皇に対し、世界中の女性の首を真珠で締めてご覧に入れますと、大見得を切り、周囲の人間を大いに慌てさせたが、高吉は、その後、真珠の養殖技術を完成させ、見事その言葉を実現させた。 また、第二次世界大戦後、日本各地を行行した昭和天皇が高吉のところを訪れた際、93歳だった高吉は、あんた、よく来てくれました。ありがとう、ありがとうと言ったとされている。現人心だった天皇が人間宣言をし、それを独自の社交性を持って迎えた逸話として知られている。昭和天皇も、そんな高吉に親近感を覚えたと言われている。 高吉は月一回、三木元の従業員とうな丼を食す、丼会を開き、意見交換を行っていた。うなぎ上りにあやかるのと真珠の天敵であるうなぎを食べてしまうという意図があった。あご湾に養殖場を開設して、以降、高吉は、通り道のうなぎ料理店、川梅に足しげく通い、店主に羽織を贈るなどひいきにしていた。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。